指揮官ってガリ弁タイプ？私も私もそういうタイプ嫌いじゃないですよ。寒いから抱きつきたくなっちゃうもんね。寒いならもうちょっと寄ってどうぞ。ローリー先生、こういうシチュエーションになったら顔真っ赤になりそうですね。ローリー先生、こういうシチュエーションになったら顔真っ赤になりそうですね。ぶら下がってるこの写真の。すっごい眺め。指揮官ってやっぱり場所選びのセンスありますね。改めて、メリークリスマス。指揮官、準備はできました？何の準備？しごとあー、雪の落下速度は秒速3センチで、このまま無風が続くようなら明日の予想気温は。わ、指揮官、何でもありませんよ。指揮官はサンタさんが本当にいるって信じてますか？お、私は普通にいると思いますよ。ほら、お店とかにそれっぽい服着てる人いっぱいいるじゃないですか。ローリー先生、こういうシチュエーションになったら顔真っ赤になりそうですね。指揮官も一緒に絵を描いてみませんか？息をはーっとやって、こう、指で。寒いなら、もうちょっと寄ってどうぞ。寒いから抱きつきたくなっちゃうもんね。指揮官、任務が終わったら注文したミルクティー持ってきてくれません？甘さ控えめで。指揮官ってガリ弁タイプ？私も私もそういうタイプ嫌いじゃないですよ。新しいメールでしょうか。あー、見なかったことにしましょう。指揮官、お疲れさん。あ、やっぱり外は寒かったっすか？私が温めてあげちゃう。指揮官ってつまんないですね。やっぱりコンコードたちと遊びに行こうかな。ぶら下がってるこの写真のこと？ああ、この地味っ子が私ですよ。そんなことより遊びに行きましょうよ。